毎週月金アイドルマスターシャイニーカラーズ。はい、どうもこんにちは、マサトです。ということで、樋口まどかのプロデュースも終わり、無料10連期間も終了したことなので、今回、まあ、次ね、小糸ちゃんのプロデュースを始めていく前に、この SSR 確定プラスガシャチケットが2回分と、まあね、セレチケ2つあるので、これを使って SSR をね、お迎えしてからプロデュースやっていこうと思います。そう、現状ね、イルミネーションスターズは全員揃った、アンティーカも全員揃った、で、放課後クライマックスガールズがあとカホちゃんだけ、アルストロメリアはアマナちゃんで、まあ、ノクチルがヒナナちゃんということで、まああと3人の SSR で、全員の SSR が一応ね、一旦揃うと、まあ、シーズは除けば、という感じなので、ここの SSR 確定プラスガチャチケット、まずこれを2枚使って、その結果を見てから、このセレチケで、とりあえず1枚はもうひななちゃん確定で、お迎えしていこうと思います。それでは、SSR 確定プラスガチャチケットから、引いていく。誰が来てくれるか。いやー、持ってない SSR の子だとね、めちゃくちゃ嬉しいけどね。さあ、あ、でもね、そうだ、サポートが来る可能性もあるんだね、こうやってね。まあ全然問題ないけれど、サポートが来てくれても、これで結構このマミも2凸とか3凸なんじゃないかな、もう、もしかしたら。さあ、もう1枚プロデュースが来てくれれば嬉しいけど、まあそううまくはいかないでしょう。お、来た、誰だ。さて、食事の時間だ。ああ、この咲夜さんはね、もっとはいるけれど、演出がちょっと美しすぎて今息を飲んでしまった。完全に小姉ちゃんの血を吸っている。いやー、妖艶なんだよな。いやー、まあまあまあ悪くはなかったね。まあ悪いって何なんだって話なんだけど、じゃあここは、セレチケを使っていこうか。両方これはまあ工場のスカウトだから、この72時間限定セレチケの方はどうやらね、追加された1種類目の SSR だけお迎えできるということなので、それならまあ こっちの方でね、まあひななちゃんをお迎えしていきましょうか。まずさあ、これでノクチルは全員揃ったという素晴らしすぎる展開。いやー、プロデュースもね、なかなか順調に進んでいるので楽しみですね。と、幸せな時間は現在進行形。あー、ハッピーな感じなんだ。うわ、綺麗。うわー、いやー、ブー、なんで美しいね、これは。ハッピーイング、市川ひななちゃん。いやー、感慨深い。いいね、いいね、いいね。普通にこの子めちゃくちゃ可愛いな。ちょっと見ていこう。やはり水に入っていく。やっぱり水に入るんだよな。ダンス特化か。いいね。そんで続いてだ。サードアニバーサリーセレクションチケット。いやー、テンション上がるね。ただ、順番的にここはね、ちょっとね、順番的にというか、個人的にちょっと、まあ、ここはちょっとアマナちゃんをお迎えしようと思うんだけれど、そう、3種類いるのよね。ちょ、どれにしようかなと迷っております。スタンバイ OK、まあ、これがねデフォルトのもちろんアマナちゃんではあるんだけれど、別にここにねこだわる必要もないというか、冬子もね別に最初のプロデュースは最初の SSR だったわけではないので、やはり見てね。うわ、ちょっと待って、純粋にもう、これが一番、ビビビッと来たってやつにしようと思う。これめちゃくちゃ可愛い、でも、ゆらゆらアクアリウム。いや、これめちゃくちゃ可愛いな、ちょっとシンプルに。ちょっと待ってね、ゴールドフィッシュ。あー、なるほど、浴衣系。あー、これも可愛い、ちょっと待って。なるほど。いやー、なるほどね。
や悩むなこれ。じゃゴールドフィッシュかアクアリウムがちょっと悩むかもしれない。いやーでもこれアクアリウムかもしれんね。ちょっと可愛すぎる。この特訓前のこれがツボすぎる。ちょっと全部可愛いんだけどもちろん。いやアクアリウムいっちゃっていいっすか。自分アクアリウムいっちゃいます。いやこれはちょっとアクアリウムでお迎えしていきましょう。いやーでいっと、いやーお迎えしていこう。いやどんな演出なんだろう。マジでちょっと楽しみだな。うわーもうかわいい。はいかわいい。幻想的でまるで時間が止まってるみたい。うわーちょっとめちゃくちゃ綺麗。うわー似合いすぎんアクアリウムが。ちょっと待ってくれ。本当にシャニマスの SSR の演出は素晴らしい。このゲームやってる人 SSR 引くたびにこんなね興奮とが得られるんでしょ。ずるいよねマジで。よしということでこれであとはねカホちゃんの SSR をお迎えできれば全員の SSR が一応ね最低1種類ずつは揃うという状況に持っていくことができました。いやー案外プロデュースとしては順調だね。だからそれでは次回からノクチル、コイトちゃんのプロデュースを始めていこうと思いますので、うん、次回からお楽しみに。いやー、いつも見てくれてありがとう。またね。